皆さんこんにちは。今回はですね、モンキーにつけたパーツのですね、紹介をしていこうかと思います。一応効果も含めてですね、どんな感じだったかっていうのとですね、一緒にやっていこうかと思います。で、レビュー自体はですね、もう動画で出てるんですけども、最近コメントの中でたまにこれはどんな効果あるんですかとかっていうことがポツポツあるので、もうまとめたというか、そういう動画出したいなと思ってですね、今撮っております。まずはどこから行こうかな結構つけちゃってるのがあるので、もう古い動画見てもらえればですね、あるんですけども、まあ、現状初見でですね、どういうのをつけて走ってるんだっていうのを分かりやすくですね、していきたいと思いますので、最後までご視聴ください。まずはですね、エンジン周りから行こうかな。で、マフラーがですね、アウテックスのマフラーを使ってます。純正ベースのですね、カバーがつく感じになってますね。ただ後ろの方のですね、カバーはつけれなくてですね、こんな感じでちょっと書き切りというか隙間ができてます。見た目はこんな感じですね。で、フル液なので、まあ液牌もちゃんとついてるモデルです。で、こちらをつけてます。非常にこのマフラーですね、可変式というか、抜けをよくすることもできますし、悪くすることもできるというなかなかない設計のですね、マフラーで、非常にエンジンパワーに合わせてカスタムしやすいパーツです。こちらもおすすめですね。自分つけてるのは確かアルミのサイレンサーだったかな。なので、走行動画とか見てもらえればですね、音の確認はできるかと思います。で、動画もですね、こちらの取り付けした時の動画、音比較なんかも出してまして、で、内部構造もですね、そちらの動画をまずご覧いただければなと思います。次はですね、エンジン周りですね。こちらはですね、ハイパーチューニングセットっていう竹革のハイカムと、あとハイコンプピストン、あとはビッグスロットル、このセットだったかな。あとフィルターかな、このパワーフィルターですね、ついたセットがついております。でですね、燃焼もそれで同時にしないといけなくてですね、FI コンのタイプ X っていうのをつけてます。 E っていうのもあるんですけど、 X をつけてます。で、まずはですね、ハイカムの説明からすると、ハイカムは N15 がハイパーチューニングセットでは入ってくるんですけども、それを N20 っていうちょっと高回転寄りのものに変えてます。だいたい1000回転ぐらい、高回転側に振ったハイカムですね。で、その N20 ハイカムをですね、最初につけてもですね、おそらくほとんどの方は体感できないまま終わってしまうんじゃないかなと、比較してみて思っております。っていうのはですね、マフラーの抜けが良くないとですね、 N20 の効果っていうのを発揮できなくてですね、若干伸びるようになったかなぐらいの感じしか多分体感できないのかなと思いますね。基本的には N15 ハイカムの方がいいかもしれません。そしてですね、ハイコンプピストンですね。ハイコンプピストン、竹革のコア式タイプつけてるんですけども、こちらは発熱が普通じゃないぐらいありますので、マフラーの抜け良くしたりとかですね、あとオイルクーラーっていうのは必須になります。ということで、こちらのオイルクーラーつけてますね。これは4段タイプつけてます。で、今の気温だとですね、十分冷える感じですね。で、マフラーの抜けが良くないとですね、結構気温は上がりますので、あとはセッティングが合ってないとですね。クランクケース、こちらも変えております。で、竹革のですね、油圧クラッチにしてますね。油圧クラッチで、あとはオイルフィルターがここに竹革のがつきます。そしてサーモスタットつけてますので、オイルクーラーにだいたい気温が70度を超えると開いてくるらしいので、ここから供給されます。なので、キャップについてないので、取り回しはだいぶ楽です。オイル交換とかですね、フィルター交換するときはだいぶ楽です。
で、油圧クラッチっていうか、このクランクケースにしたらですね、クラッチのキレがだいぶ良くなって、ニュートラの入り方がだいぶ変わります。あと、ギアの変わり方ですね、カツンカツンっていう感じで、シフトペダル踏むとですね、ちゃんとクリック感しますので、もしですね、JB02 であまりクラッチの感じ良くないよ、クラッチというかギアの入り良くないよっていう方はですね、このクランクケース変えるだけで全然変わると思います。あと、ガッチリ君とか、あと、シフトリンクつけても良くはなりますけども、根本的な変化というとですね、このクランクケースが一番良かったです。で、あとですね、エンジンパワー増加に伴ってですね、クラッチの方の、スプリング、クラッチのプレスというか圧縮させる時のですね、スプリングは竹側のものに変えてます。 30% アップだったはずですけども、それとクラッチはですね、キタコの6枚タイプに変更してます。で、これでですね、全然滑りはないですね。純正クラッチの方でも滑りはなかったんですけども、ジャダリングっていうのかな、一足でアンクラでつなげたりすると、回転上げてるとですね、ガガガってなる時があるんですけど、それを直らないかなと思ってクラッチ変えたんですけども、やっぱダメでしたね。ただエンジンパワー増加に伴って、そういった症状が最近というか続いてますので、もしかしたらそういう、まあ、構造というかそういうのがあるのかなという気はしてます。で、オイル交換してもですね、オイルいいのを入れても変化はなかったので、まあ、うまく付き合っていくのがいいのかな。もしくは、乾式クラッチとかですね、そういったのに変更するっていうのも手かもしれませんね。はい、あとはですね、FY コンのタイプ X つけてるんですけども、年長はですね、何でやってるかというと、ちょっと見えないかな。まず、マフラーの心にですね、O2 センサーっていうのを取り付けして、AM、のメーターでですね、空燃費を読み取っております。で、それで読み取ってですね、FY コンのタイプ X を使って調整してます。で、一時期ですね、ノッキングに悩まされた時期があって、FY コンのタイプ E から X に交換しました。で、X に交換しただけでもですね、純粋にパワーアップ感あります。なぜかというとですね、点火時期が変更できるんですが、その辺、点火時期をいじることでですね、ノッキングをなくすことに成功しまして、で、今はですね、マフラーの抜けも良くしたので、おそらくマフラーの抜けが原因だったんじゃないかなと思っています。あとは年長がしっかりしてなかったということですね。で、近くっていうんですけども、点火時期の近くさせることでですね、ノッキングしなくなりました。なので非常に今は快適な走行フィールになってます。で、あとはですね、点火系をこの AS ウォータニというのをつけました。で、こちらはですね、アンプが、まあ、逆サイドの方につけてるんですけども、イグナイターが ECU に内蔵されてるんですけども、それをその信号をもとにですね、その AS ウォータニの SP2 のアンプを通してこちらのコイルに供給されます。で、普通のですね、まあ、パワーコイルとか売ってるのもあるんですけども、そちらにしたかったのは、まあ、竹側のをつけててはいたんで、まあ、そういうのも選ばなかったんですけど、ECU にですね、どうしてもイグナイターが内蔵してますので、もしですね、このパワーコイルとかがですね、インピーダンスがちょっと低かったりしますと、負荷が ECU の方に相当かかってですね、壊れる可能性があるので、自分はですね、 AS ウォータニを選択しました。で、こちらつけるとですね、空燃費は変わってきます。なので、パワーアップはですね、設定さえ、しっかりやってもらえれば必ずパワーアップしますので。ただですね、そのセッティングができない環境っていう場合はですね、やっぱりこういう O2 センサーつけて空燃費は絶対見た方がいいですね。これでセッティングしてます。
なので意外とですね、走りやすいです。低速から高回転域までですね、しっかりトルク乗るようになってます。で、エンジン回転もですね、1500でリミッターが効くようになってるんですけども、そこまできっちり燃焼を出すようにしてましたので、現状ではですね、125と思って乗るとですね、ちょっと驚く加速はできると思います。で、もちろんですね、これがボアップしてると思ってですね、乗れば、まあこんなもんかなという感じにはなりますので、この排気量でっていう認識で乗るとですね、まあまあいい感じですね、今は。次は足回りですね。フロントフォークなんですけども、これをタスクっていうものに変えてます。まあ見た目は変わってないんですけども、まあシールちょっと色あせちゃってるんですけど、タスクっていうのに変えてですね、左右ですね、別々の動作をします。ちょっと上トップブリッジ見た方がいいかな。はい、トップブリッジ見るとですね、こちらに調整もついてるんですけども、右がコンプレッションで、左がリバウンドかな、調整になってます。で、これがですね、つくことによってですね、伸び側、圧側ですね、どちらも調整できるようになってます。で、乗り心地が非常に良くなります。あとですね、アクセル1速、2速、3速そうなんですけども、開けた時のフロントの荷重っていうか、フロントの浮き上がり、それがほぼというか、まあ半減ぐらいはしますね。で、ブレーキかけた時のフロントの沈み具合っていうのもだいぶ緩和されます。なので姿勢変化がそもそも少なくなりますね。で、あと乗り心地も劇的に良くなりますので、おすすめのカスタムです。まあ純正、見た目は純正のまんまなんですけど、中の部品を変えてですね、セミカトリッジ化するということのようです。このフォークは本当におすすめです。で、結構ですね、お値段も高くてですね、10万円ぐらいかかると思います。あと、インナーチューブですね、このモンキーとかグロム系は結構傷ついてたりですね、メッキ剥がれとかあるそうなので、交換になるとプラスアルファで1万円ぐらいかな、かかるそうですね。で、自分のもですね、やっぱりメッキ剥がれあったらしいんですけど、場所がですね、先導する部分じゃないから、これで行ってみますかということで、話されてですね、じゃあお願いしますということでやってました。非常におすすめのパーツです。そして次はですね、リアサスペンション、ナイトロンなんですけども、こちらはですね、フロントフォークのタスクと同じところでですね、組み立てされてるパーツになります。テクニカルサービスだったかな、ちょっと名前忘れましたけど、タスク自体がですね、そもそもこのナイトロンを使ってセッティングされてですね、そのデータもタスクをつけるとですね、ついてくるので、その仕様で今、セッティングしてます。で、コンプレッションだけかな？だけですね、変えると、乗り心地は変えれますので、多分設定よりも2段ぐらい緩くしてるはずですね。なので、スピードがちょっと上がりすぎるとですね、バタつくところはあるんですけども、まあ、自分の使用限界のところで見るとですね、全然それでも乗りやすいので、このサスペンションだとですね、もうほぼ完全無欠というか、ハンター下部の方につけた R1 だとですね、若干浮くというかふわふわ感があるんですけど、こちらの R3 に関しては全くふわふわ感はないですね。快適です。はい、あとですね、ステアリング周りがこんな感じでなってます。ですね、ここがイオン系で、こちらが2つが空捻引けになってます。で、今ヒーターが動いてまして、ボッシュのセンサーにあるヒーターが動いてまして、それが終わるとこんな感じで表示が変わります。で、こちらはですね、純正のセンサーから割り込みで読んでる空捻比になります。で、これはですね、全く使い物にならなくてですね、こちらの AEM のホワイトバンド系、こちらが
すごく使えます。ちょっとエンジンかけてみましょうか。この状態だと燃費は結構濃いめの燃焼になってますね。だいたい普段のですねアイドリングになればですね13から 13.5 の間ぐらいまで空燃費は低くなるようにですね設定してます。この FI コンタイプ X はめちゃくちゃいいですね。もしギリギリまでパワー上げたいという方はこの FI コンか、まあ、フルコンに行くのかな、そういう人は。ただ気軽にですねいじれるって点ではですねこの FI コンはめちゃくちゃいいのかなと思ってますね。空燃費もですね見れることによって標高の高いところ行ったりとかですね、まあ、途中の経路なんかでもそうなんですけども大気圧の違いでですね結構空燃費って変わってまして、で1000メートルぐらいのところに上がるとだいたい 1.5 ぐらいですね燃焼が濃いめの方に動きますね。それ知らないとですね知らない出してて、まあ標高高いくと走り悪いなと思ってたりもしてたんですけども、やっぱりこの空燃費見るとそういうのがよくわかります。あと4系なんですけども、こちらもハンター株と同様にですねドレンボルトから温度を取るものをつけてます。で FI コンにはですね純正センサーの温度もですね見れる機能があるので、シリンダー横のセンサーを分岐するタイプはですねつけない方が、 FI コンつけるなら必要ないですね。あとはですねフロントキャリアはまあついてるの見えると思うんですけども、ちょっと引きになすると見えるかな、見えないか。フロントキャリアとかついてますね。あと収納するところでいったらペプコ&ベッカーっていうところのタンクバッグ、マグネットでくっつくタイプなので非常に手外れません。ここにロック外すところがあって引っ張ってこう外れるとワンアクションで外れますね。こんな感じです。中はですねペットボトル500のが 3,4 本入りますね。で財布とかあとグローブ、あとペットボトルまあ1個、あとはカメラの電池とかですね入れて走ったりもしてますね。一応ですね中は防水になってます、このカバーですね。でソフトケースなのでこうステアリングがぶつかってもですね傷つくということもないです。あとスマートフォンはここに入れてます。マップ見るときなんかはここに入れておけば使いやすいですね。で基本ですね外れないようにするにはですねこんな感じで、まあ、中にロックとかセキュリティの入れてるんですけども、ここにこれも動画出してるんですけど、ここにピンを入れておくとですね、あとここ閉めてですね、とこれが外れないという仕組みになってます。であとは閉めたらですね、ここにロックがあるので穴を通してもらってですね、ここで閉めればですねセキュリティはある程度は大丈夫です。もちろんこれですねナイフとかで穴開けられればそれで終わりですけども、まあ日中止めてる分にはそこまではされることはないと思うので、まあまあ使えると思います。あとここがですね剥き出し、まあ磁石で全然剥き出しでもそんな問題ないと思うんですけど、キャップが一応ついてますね。ヘプコ&ベッカーって書いてるやつがついてます。こんな感じでキャップもできます。まあ基本自分の場合は外してますね。でマグネットでくっつくので
こうガチャッと感じで、でずれないしタンクにも傷つかないので、これも非常に重宝してます。あとはですね、竹革のサイドバックホルダー、こちらをつけてますね。収納にはこんな感じかな。バック的にはそんな大きくないですね。これをこんな感じでつけます。これもですね、あのタンクバッグと同じぐらい、もうちょっと入るかな、タンクバッグよりももうちょっと入るかな、そのぐらいの量は入るので、カメラ周りのものとかですね入れたりもしますね。まあ今プラグ外したりとかですね、あとアイドリング調整はネジなんでするやつも入れてます。あとはまあなんか拭きたい時あればですね、こういったので雑巾入れたりですね、あとマスクとかティッシュとか入れてます。以前ですね、 G クラフトのをつけてたんですけども、どうしてもこのナイトロンの方に傷がつきやすいような感じだったのでやめました。でなんかブラケットがなんか買えばですね、スペーサーが厚くなっててですね、つけれるようなのがあったんですけども、どうしてもですね、なんかそういうお知らせみたいなこともないし、純正のサスペンションなんか結構傷ついちゃったんで、なんかちょっと嫌だなと思って竹革にしました。これもいいですね、これは本当売れるんじゃないかなと思ってますね。あと忘れておりました、最近ですね、問い合わせというかコメントでですね、このヘッドサイドカバーのスピナーキタコのやつなんですよ、これ何の意味あるんですかっていうことで質問されたことがあるんですけども、一応メーカーではですね、まあファッション的なアイテムとして紹介してるんですけども、一応放熱効果がちょっとあるそうです、エンジン周りのですね。なのでつけてます。最初はノッキングするしだしてたのかな、もうその頃ですね、結構エンジンの熱結構高かったんで、こういったのでごまかそうと思ったんですけども全然ダメでですね、結局オイルクーラーもつけたんですよ。それでもノッキングは止めれなかったので、結局はですねタイプ X 導入して近くさせることによって解消しました。あとですね、エンジンの中身的にはですね、バルブじゃないな、チェーンか、カムチェーンも変えてます。カムチェーンはキタコのですね強化タイプですね。あとはチェーンテンショナーも、それは竹革だったかなのに変えてですね、あとここのクランクの中にですね、ベアリングを追加してですね、クランクからの動、なんつうんだろう、クランク軸からのシャフトの歪み、クランク軸のシャフトの歪みっていうのは少なくするためのサポーターなんかもつけてますね。で人によってはですね、つけない方がいいという方もいるみたいなんですけども、とりあえず最初のうちにもうつけちゃったんで、あとはそのまんまっていう感じになってますね。とドライブチェーンはですね、これも変えてますね。シールチェーンにしてます。で125とかだとシールチェーンだとフリクションが増えちゃってですね、あまり良くないんじゃないかっていう話もあるんですけど、チェーンメンテがですねめちゃくちゃ減らせますので、まあ、長距離かけるときなんかは泊まりでですね、去年なんかは青森の方をツーリングしたんですけども、そうすると大体1200キロとか1日400キロとか走っちゃうんですね。そうするとチェーンもですねだいぶ伸びちゃうので、このシールチェーンにするとですね、ほぼ行く前に調整しておけばですね、帰ってきてもそんな変わってない状態なので、シールチェーンはですね本当に長距離かける人だったら変えといた方が絶対いいと思います。あとメンテ頻度がですね激減しますので、非常におすすめのチェーンだと思います。でノンシールだとですね、一度錆びちゃうとですね、酸性系のですね溶剤というか洗浄液とかでですねゴシゴシしないと錆が取れないんですけど、シールチェーンだとですね本当にオイル系の洗浄スプレーとかだけで全然メンテ可能なので、自分はですねニューテックのオイルスプレーで
汚れを浮かしてですね、その後グリススプレーをですね、つけてやってます。それが非常に飛び散り少なくてですね、ニューテックのはすごいなと思ってますね。ハンターカブでもやってたんですけども、こちらのモンキーの方が先かな。ホイールベアリングを STM に変えてます。こちらのダストシールの中の方にベアリングがあるんです。フロント2個とリアがハブも合わせて3つかな、交換してます。これも動画出してまして、だいたい5、6分だったかな。キャリパー外してダストシール外してですね、取り付けした状態で手で回してですね、時間計るとですね、純正だと多分1分半とか1分ぐらいだったかな、3倍以上ですね、やっぱり回った気がします。で、最初ですね、これがブレーキの感じとかが慣れなくてですね、ハンターカブの方もちょっとすごい気になっててですね、すぐハンターカブの方もそれで交換しましたね。あとはですね、細かいところで言えばクラッチがですね、油圧にしてますので、こんな感じでマスターシリンダーなんかもついてますね。で、レバーもですね、竹皮の折れるやつに変えてます。これも転倒した時ですね、こう曲がってくれればレバーが折れなくて済む可能性のあるものですね。なので、そういう意味ではですね、こういう折れ曲がるタイプつけた方がいいんじゃないかなと思いますね。先ほども言ってましたけども、フロントキャリア G クラフトのここにピン立ててですね、ボックスというかケースがつくように改造してました。最近はあんま使ってないんですけども、ちょっとスピードレンジが上がったことによってですね、これが結構ボヨンボヨンしちゃうんで乗せていくと、なので今外してます。まあ長距離かけるときなんかは雨具とかですね入れて走れるので非常に助かってます。で、あと見えないところで言うと、バッテリーをですね、将来バッテリーに変えてますね。まあリチウムバッテリーなんですけども、バイク用のオートバイ用のバッテリーになります。はい、今回はですね、一応初見さんでもですね、どんなカスタムしてるかっていうのは分かる紹介をしてみました。で、詳しくはですね、過去動画をちょっと掘り返してもらってですね、見てもらえれば一つ一つレビューしてますので、よければですね、そちらをご覧ください。で、今後もですね、カスタムしていくと思いますので、もし興味あればですね、チャンネル登録して、ご覧になってもらえればなと思います。それでは今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございます。